they follow you. My shadow, they follow you in the darkness. They follow you. My shadows, they follow you. My shadows, they follow you. In the darkness. こんにちは、ジェントピットネスのケイキです。そしてマクトです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はねちょっとあの日曜日の昼下がりということで、だいぶ西日が強くなってきた今日この頃でありますと。まああの我々も、ジェントフィットネスとして1年と半年近く、1年3半年いかないぐらいかな、活動させていただきまして、ジェントフィットネス YouTube のチャンネル、そして宮古村さんのアーバンワークアウト東京というチャンネル2つが、まあ、あるような形ですね今で。最近まああのアーバンの方でも、まあ、宮古人気出てきましたね。ねえ、今トレンドでしょ。やっぱりねあのクールフィットネスさんにあの取り上げられたぐらいですから、宮古は相当今来てるんじゃないですか。旬ですね、旬ですよね。そして最近は村さん登場率がちょっとね少ない少ないよ。やっぱり村さんもやっぱ大人の方なので、まあ、宮古が今伸びてきてるところで、村さんもやっぱその辺はこう、まあ、いい意味でも悪い意味でも空気を読んでるっていうことですよね。まあそうですよね。そこででもやっぱりコメント欄とか見ると、俺たちの村田はどこ？村田さんは村田さんはどこにいるんだ？っていう言葉、コメント結構いただいておりと、これすごく幸せなことですよね。まあそうですね、嬉しいですね。そういったねコメント作ってるの見てます。そこで、タツさんから告知があります。ちょっとね、僕の方からもあの新しくね一人だけでやる YouTube チャンネル立ち上げようかなと思ってます。まあそこでね、まあ、ちょっと皆さんからもねちょこういう内容が見たいみたいなご意見をいただければいいかな。やっぱねトレーニング限定しちゃうとやっぱネタ切れちゃうんですよね。そうなんですよ、結局切れちゃうんで、あのトレーニングを出してる YouTuber っていうのはねもう今たくさんいらっしゃいますから、我々まあまあ元気さんのトレーニングが見たいよとかいう、あとはモチベーション動画とかもね僕自身も今後撮っていきたいですけど、まあ、今もう本当に飽和状態でありますと。そこでねマッスルグリさんがこうドーンと出てきて違った色を出して今ああいった形ですごい活躍をされているので、まあ、僕らもね瞬きしてる間に登録者数抜かれちゃいました。元ちゃんシクシク。でもまあみんなで盛り上がってるっていうことですからね。じゃあ村瀬さんのねチャンネルをちょっと立ち上げて、村瀬さん一人でやっていくんで、皆さんもちょっとチェックの方お願いします。まあ内容としてはね一発目は多分全国のヒゲ生やした人にインタビューしていく形になると思うんですけども、ヒゲチャンネルじゃない、ヒゲチャンネル、まあ、それいいかもしれないですよ。いろんなヒゲをねバーバーとか巡ってね、そう、ヒゲ整えてもらう。まあ今多分シュンさんとかカネキンさんとかねみんなバーバーで髪切ってしてるじゃないですか、代官山かなどっか分かんないですけど、シャレなとこ、シャレなところで、あれって結局アメリカ海外だとああいうなんつうの、理容師ってなるんですかね、の人がもうめちゃくちゃ多くて、まあ、インスタグラムでもそうですし、もうみんな理容師に切ってもらってるんですよ、向こうのモデルさんだったりフィジークの選手とかで。日本もやっぱそういった文化ね、金木さんもやっぱアメリカの文化ねすごいですから、やっぱりそういったところでアンテナ高くで、今もすごい多分あの辺でもうめちゃくちゃ流行ってきてるみたいで、うまくねバリカン使うんですかね。そうで結局日本って美容師がまず分かんない、これ語弊あるかもしれないですけど、僕が出会った美容師さんはバリカン使えない人多かったです。で
あの1000カットでこう9ビートとかいろいろ一過してもらってるんですけど、やっぱりなかなかまたライン上がってきたんじゃないですか。めっちゃ上がってるっすよねマジでどんどんこっちまで来てるから今後ろもないんでグラデーションねやってくんないですか。でだから僕の家の近くにそういうバーバーあるんですよ。かっこいいっすね。あるね、めっちゃかっこいい。もう店員さんもタトゥー入ってたり、みんなひげ生やしてスキンヘッドとかいかつめなんですけど、この間僕毎日通ってるんですよ、こう家からもう目と鼻の先なんで。通ったら元気さん見てますと、店員さんが今度ちょっと髪切らしてくださいって言ってくれて、今度僕そこ行くんでちょっとニキさんも一緒に僕一回行ってこれニキさんってずっと言ってるけど誰も突っ込まないよねこれね。いや、この間なんかストーリーでニキさんって言ったら元気さんなんて言ってるんですか教えてください。そういったチャンネルワーワー巡りとかねもうなんかライフスタイルを交えたチャンネルっていうのを真村さんには初心者向けのトレーニングとかそういうのはみやこちゃんなのでいいのかなと、うん、彼女もね、まあ、良さも出ると思うので。そうですね、もうちょっとね中級者上級者向けにまあ、ね、やってもいいのかなっていうふうに思ったので、そこはちょっと差別化して、まあ、トレーニングとかも入れて、まあ、それ以外のちょっとね緩い感じで、ね、まあ、トレーニング僕らもねトレーニングだけして生きてるのかそういうわけじゃないですね。まあ、ことがあってのトレーニングなので、そうですね、トレーニングするのが目的じゃないですか。はい、おしゃれなチャンネル作っていくと思いますんで、村さんのことだからね。これな村さんおしゃれだからもう いちいち T シャツ色違いで着てるだけですからね。いやいや、でもその着こなしがあるじゃないですか、ね、一緒だからね、なんて言ったら、まあ、一緒ですけど、まあまあ、まあ自分のことおしゃれって言ってるわけないですよまあそんな感じで村瀬さんのチャンネル楽しみにしていてください。で、まあ、これ逆に面白いと思うのが視聴者さんにチャンネル名を募集しようとかね。いいですね、こういうのめっちゃいいと思うんで。カフ禁止ね。かカフ以外でちょっと村瀬さんのチャンネル名皆さんコメント欄にバシバシズシズシとお問い合わせいただければと思います。そして、元ちゃん元気にしてますか893のアカウントの方、やっと作っていただけましたか僕の偽アカウント。あれね、あれもうねクオリティ高い、ありがとうございます。あれナイス、あれめっちゃ気に入ってるんで、あのなんか写真原本あれば僕になんかインスタでも何でも送ってください。めちゃくちゃ気に入りました、ラーメンまで。ここで僕ね、ここのヒゲのこう長いのがすげえ気になってて、いつも切りたいなと思ってたとかすげえ延長されて中国人みたいにされてあれラーメン丸っすよね。ラーメンマンの、そうラーメンマンかラーメン丸っすよ。こう超勝ち込みがねうまい具合利用されて、そうそれでここまで来て一本で結ばれてって形になってるんで、ああいうのありがとうございます、嬉しいっす本当に。もっともっとちょっと盛り上げていきますんで、今後ともよろしくお願いします。ジェントフィットネスの方も、そして村田さんのチャンネル○○○○チャンネルの方もご期待ください。以上、ゲンちゃんでした。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。